こんにちは。皆さんでフロンティアゲットやりましょう。まあ、今回は、21からやります。バトル21からやります。で、なぜかというと、バトル1から20までは簡単すぎて、オートバトルだけで、余裕で突破できるので、この動画では多分しません。じゃあ21からやりますね。このフロンティアゲットはね、今回のは結構難しいので、一応はね、クリアはしました。で、今回は解説をします。まあ、アイテム設定はこれでいきます。まあ、パーティーはこんな感じです。で、一応スフィアの情報はここに置いてきます。ここかな、この辺に置いてきます。はい、パーティーはこんな感じです。まあ、ここでもスフィアは見られるんですけど、じゃあ、オグロはリーダーで、グラデンスはフレンドで。で、グラデンスのリーダースキルはね、後で、重要なので、持ってきた方がいいんです。で、このバトル21、リムを、3ターン以内に、リムの HP を半分以下にしましょう。まあ、半分以下になったら、リムが回復をするんです。パーティーに。で、半分以下にならなかったら、攻撃、戦隊攻撃と、ビビゲージの、ビビゲージが減らされるんです。で、なので、ここで、プリムの HP を半分以下に頑張れば、なんとか大丈夫だと思います。まあ、半分以下にならなかったら、エリモのビビだけでも耐えられるので、心配しなくても大丈夫だと思います。まあ、この動画だったら、半分以下にはならなかったんですけど、こんな感じになるんです。半分以下にならなかった場合は。まあ、そんなに気にしなくても大丈夫なんですけど、まあ、このターンでリムが消えるんです。最後のターンに通常攻撃でバトルクリスタルのドロップを集めましょう。まあ、次のバトル、2船。これがバトル22です。2船のところには何にも特別なところもないんです。ただの通常攻撃で、まあ、戦隊攻撃もあるんですけど、弱いので、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。まあ、ただの、エレアまたはエリモの BB を毎ターン使って、みんなの SBB を使えばなんとかなると思います。2分のところで。まあ、多分エリモとエレアの BB がなくても多分大丈夫だと思いますが、使った方がいいかも。で、なんでエリモとエレアが同じパーティーに入れるんですかって言われたら、聞かれたらね、エリモは本当はね、防御力アップと回復の方が強なので、まあ、半減のが、ボナスとして考えましょう。で、エリアはね、まあ、半減のところは、もちろんですね、必要なんです。両方。エリモとエリアは。ですけど、エリアはね、状態異常不要。そのために持ってきたのです。まあ、状態異常は、このダンジョンで、このフロンティアゲットに結構重要な感じなんですよ。デバフですね。まあ、なぜかというと、たくさんのボス、このダンジョンで、いろいろな状態異常が付与できるんです。ボスね。で、なんでティーザーとかオグロとか。まあ、オグロはリーダースキルの方がね、結構強いので、防御力 30%、HP30%、プラス30%と、ヒダメージ、ビビゲージが、そうか、あれが
結構ね、助かる、あれで。お風呂のリラスキルで。で、T さんは、まあ、だいたいお風呂と同じぐらいに、無限 SBB できるんです。まあ、BB 使いたいなら、使っても大丈夫なんですけど、スパークダメージアルバフもできるので、BB で。まあ、この動画ではそのには使われてないんですけど、T さんの BB は。まあ、使ってる、まあ、たまには使ってるんです。敵の多い関数の時に使います。T さんの BB。まあ、お風呂の BB も戦隊的なので、敵の多い関数の時に使っても大丈夫です。まあ、ボスはね、バトル16から30までは、敵団体です。ボスは1つずつ出るので、まあ、ここでティーサーとオグロは、大きいダメージが出せるんです。なので結構重要なんです。まあ、ティーサーが持ってない場合は、多分ね、新しいユーラーとかでもできるかと思います。まあ、多分ね、ティーサーの方が安全かな。まあ、ユーラーは、闇属性なので、まあ、最後のボスは光属性なので結構ダメージが食らうので、まあ多分ディサノが安全かな。グラレンス、グラレンスは多分ねダメージが食らうんですけど、まあオリラスキルの方が重要なので、まあしょうがないんです。で、このバトルにエリアを先に倒してください。エリアは、半減できるバフと状態異常が付与できるので、先に倒すと、他には問題はありません。で、ロックスはね、ロックスはエリアが死んだら、なんとかのセリフが出るので、その後、指を使います、ロックスは。これが僕が最後にできることとか言ってから、次のターンで指に使うので注意しましょう。まあ、多分ね、本当は多分エリアの BB でみんな攻撃しても多分大丈夫だと思いますが、まあ、クリティカルがね、クリティカルが発生するときに、まあ、多分死ぬ可能性はまだあるので、まあ、できるだけガードの方が一番安全なんです。はい。で、なぜアイテムの方を使ったんですか？バフじゃなくて。フロンティアゲット、今回のフロンティアゲットはね、バフかアイテム選択できるんです。今回はアイテムしました。まあ、なぜかというと、復活薬。これが重要なんです。次のバトルはキクリとセフィアが登場するんです。で、キクリはリーダースキルが無効できるんです。で、セフィアは、1ターン目に誰か1つのバフを全部消すんです。多分ね、セフィアのところには、死ぬ可能性が結構高いんです。バトルが長いの時には、死ぬ可能性が結構高いので、復活薬を持ってきた方がいいです。まあ、ここで、まあ、多分ね、この動画でセフィアを先に狙ったんですけど、まあ、と思ったら、多分、先にキクリをやるのが、もっと安定かな。まあ、セフィアが一人になったら、バフ消し攻撃ができるんですけど、リーダースキルはそのままあるので、そんなに心配することはありません。まあ、セフィアがなくなって、キクリが一人になったら、リーダースキルはね、まだまだ無効できるんです。で、それだけじゃなくて、戦隊攻撃、指火の方、襟も忘れた。
ここではね、ちょっとね、資産目にはね、襟物バフが消されたから済んじゃったんです。消されなかったらでもまだ大丈夫。まあこれで襟物のリーダースキルが戻ったので、BB を使って、多分一番安全な方が他のみんなをガード。これでなんとかね、リーダースキル向こうの時に、多分生き残るチャンスが高くなるんです。まあ、まだ死ぬ可能性はあるんですけど、ガードしないより、これの方が安定するんです。オグロとティッサーを使って、SBB をね、無限 SBB だから、あれで使って攻撃して、他のみんなをガードか、それぐらいかな。それで結構 OK だと思います。まあ、これはね、ちょっと運が悪かったから、グラレンスはね、ガードしても死んじゃったんです。まあ、こういうこともあるんです。まあ、こんなパリだったら多分、キックリルセフィアの方は結構難しいんです。この前に、グラレンスとラガーとか、グラレンスとクルトのリーダースキルとかで、やったら、このセフィアとキックリルは2ターンか3ターンぐらいで殺せるんです。で、早く殺せると、そんなにダメージが、来ないので、まあ、死ぬことは多分ない、なくなるんです。多分、死ぬ必要はなくなるんです。はい。まあ、今のところ、できるだけセフィア、またはキクリを先に倒してください。まあ、この動画でセフィアを倒した、はい、先に倒したんですけど、多分ね、やっぱり、もっと根元考えたら、多分キクリを先に入れちゃった方がいいかもしれない。はい。ディアナはね、バトルクリスタルのバッファーとして、と、ヒダメージ、ジビリゲージがそうかとか、と、マイタン、ジビゲージがそうかとか、まあ、あれがすごく助かるんです。リリマターと同じぐらいなんですけど、今回は星7で攻撃できる。ディアン、すごく使えるユニットです。僕のはね、オラクルなんです、ディアン。しょうがなくて、他のディアナが持てないので使います。まあ、オラクルでも、まだまだ使えるんですよ、ディアナは。はい。結構バトルが長くなったんですね、ここで。はい。まあ、グラレンスとクルトとか、グラレンスとラーガーとか、グラレンスとオーワンとかさ、ハミノリダスキルだったら多分すぐに終わらせるかもしれない、このバトルは。まあ、ティーサーがオグロがあるから、ちょっとね、バトルが長くなったんです。けど、いや、大丈夫です。はい。これでね、水撃があるんです。キクリの指火の、あれなんで。水撃のデバフがあるので、結構痛いんです。まあ、これを見たらね、多分ね、やっぱりキクリを先に倒した方がいいかも。まあ、でもなんとかね、この状態で生き残ったので、このまま続きました。はい。行きたいんですよ。アレリラスキルがあるんですけど、まだまだ痛いんです。この水撃の効果があるから、結構痛いんですよ。いやー。キクリやばい。まあ、次は第25のバトルですね。25のバトルはシステム。あれは確かリゼリアだっけ？ノーマルクエストの最後のボス。確かリゼリアだった
け。2000円かな、覚えてない、これ多分1000円だと思います。はい、まあ、エリアはね、状態異常がね、攻撃に付与できるので、すごく使えるんです、すごく使えるんです。まあ、エリアの BB はね、SPB よりダメージが、もっと出せるので、敵が一人になったら、SPB 待たなくて、BB だけ使っても大丈夫です。結果的に多分ディサとグラと大体同じぐらいの感じかな、使い方。はい、エリモの防御力アップバフがないと結構ね、このダメージに結構食らうので、あ、エリモ使った方がいいかな。エリアがないと多分ね、バルグランとかハダルとかでもできると思うんですが、状態異常のためにね、できるんですが、エリアとエリモを同時に同じパーティーに入れると、エリモの指輪とか使いたいときに、エリモをオーバードライブにして、エリアを BB を使って、で、毎ターン半減バフはまだまだいつもあるんです。その方が安定。まあ、エリモ一人だけだったら、エリモオーバードライブをして、まあ、一番可能性な方は他のみんなをガードでしょう。普通は。まあ、その時にエリモが危ない。半減バフがないから。まあ、このエリモとエデアを同じパーティーに入れると、オーバードライブを使っても、そんなに心配することはありません。まあ、それぐらいでしょう。まあ、ここでグラレンスが死んだんですけど、大丈夫。次のね、バトル入力の前に、またアイテムかバフが選択できるんじゃないですか。そこで、復活薬1個は手に入れるので、そこでグラレンスを復活します。ここではしょうがないので5人で戦います。バトルが長くなったんですね。はい。とりあえず、このシステムのところは、何も特別なところはありません。ただの、毎ターン、エリアか、また、エリアまたはエリモのビビを使って、他のメンバー SPB とか BB を使って出場ベギーとか、まあ一応、そこで何とかね倒せる、簡単に倒せるはずです。ただ時間がかかるかもしれない。結構 HP が高いですね。で、もうすぐシステムを倒せるんですね。もうすぐ多分1ターンの2ターンぐらいで倒せるはずです。まあ、イーサーは一番最初の死ぬ、とりあえず初感からの押しながらで無限 SPB できるキャラはティスターは以上です。今はまだまだ使えるんですよ。この動画でわかるんじゃないですかね。まあ他の選択は、ティスターが持ってない場合はさっき言ったね、ユーラで、もう一つあるんです。今度はリゼ、リゼは使えるんです。リセは使えるんです。
BB のダメージが結構高いので、BB だけでも使えるんです、理性は。で、HP レジェンとかできるので、結構使えるんです、理性は。あとで役に立つので、HP レジェンとかさ、HP レジェネですね。あれが結構使えるんです。水撃の時に使えるんです。水撃の時に使える。